こんにちは、褒めまくりです。今日はあえて元気ですかって聞きません、笑い。さて、今日はちょっと嬉しいニュースをお伝えします。思わずこのニュースを見つけた時、心が温かくなりました、笑い。題して武漢で会いましょう、タイ代表が皮肉発言、WHO の進駐ぶりを批判、他国の代表の笑い声が響き盛大な拍手です。最後に日本人の反応もお伝えします。早速行きましょう。武漢肺炎 COVID-19 による感染が拡大後、 WHO の露骨な中国共産党政権寄りの姿勢に WHO 内部でも批判が高まっている。2月に行われた会議でタイ代表が WHO の対応に嫌味たっぷりな言葉を浴びせ注目された。 WHO は2月3から8日の日程でスイスジュネーブ本部で第146回執行委員会を開催した。会議では執行委員会の34人の委員が出席し、今年 WHO の議事日程などを決定した。 WHO は会議の動画をウェブサイトに公開している。海外ネットユーザーは3月7日 Facebook で、2月6日の会議でタイ代表が意見を述べる場面を中国語に翻訳し投稿し話題を呼んだ。会議の中でタイ代表は議長、旅行制限を確実に実行するならまずテドロス事務局長を隔離した上、今回の会議を中止にすべきです。事務局長は北京を訪問したばかりです。会議に参加した多くのメンバーの国では旅行制限を実施しています。メンバーらは事務局長とハグしたり握手したりしてます。この人たちはみんなリスクにさらされていますと話し批判を始めた。テドロス事務局長は1月27から29日の日程で訪中した。議長、あなたが最も危険だと思います。なぜなら事務局長の横にずっと座っているからです。私はまだ安全だと思います。この数日間事務局長は私と握手もしたくないようです。しかし我々は人々の恐怖感を和らげ WHO の信頼を回復させなければならないです。したがって私は中国で WHO の会議を開催することを提案します。武漢でしましょう。今こそ武漢市にある2000年の歴史を誇る吉鶴楼を訪ねる最高のチャンスです。北京もいいですね。今なら万里の長城も紫禁城にも人がいないので入場料も安いです。最後にタイ代表は家内の同意を得られれば私は半年分の退職金を出して中国での WHO 会議開催に寄付しようと考えています、ありがとうございましたと述べた。タイ代表が発言を終了した際、前列に座っているインド代表が大笑いし、会場では他国の代表の笑い声が響き、タイ代表に盛大な拍手を送られた。ネットユーザーはこの動画について、タイ料理のような酸味と辛味が効いた風刺だ、すごい嫌味の言い方などと書き込んだ。テドロス事務局長は中国では WHO の党書記との異名を持つ。以上です。褒めまくりの感想として、久しぶりにすっきりしましたね。やりますね、タイ代表。サッカータイ代表コンサドーレ札幌のチャナティップ並みの鋭い切り込みドリブルのようです。クク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 、実に素晴らしい。嫌味です、皮肉です、笑い。本当はこういう発言は日本代表にしてほしいんですけどね。しかし今の日本の上級国民たちは中国に抱きついて愛してください、日本を愛してくださいってラブ忠告ですからね、笑い。どうかしてますよね、頭がいかれてます、笑い。さて少し日本人の反応もお伝えします。テドロス事務局長は中国では WHO の党書記との異名を持つ。そんな異名があったのか。ぜひ武漢で会議しよう。一方近平に一言も口答えできないヘタレ安倍のクズ。
なんとか反論しろ、カス。近平、タイキック。デデーン。WHO に政治持ち込んじゃダメだよな。台湾は WHO に無視された。そのおかげで、台湾は WHO を無視して対策立てられてうまくいってる。武漢コロナに関しては、WHO を無視した台湾が一番いいというのは本当に皮肉。大臣って、こういうことできるんだ、クク、見直したわ、クク。脳なし役立たずの外務省の役人とかとは大違いだわ、クク。やるじゃねえか。すごいな、タイ。さすがタイ王国。息子になっても頑張ってんな。タイ代表、グッドジョブ。かっこいい。どこかの島国のバカ犬とは大違いだ。人々、感染を隠した中国を称賛する WHO。誰が、これから WHO を信頼できるというのか。そりゃ、インドが爆笑するようなクク。クソワロタクク。WHO のクソ野郎にもっと言ってやれ、クク。日本も十分、親中国家。よかったよかった。スカッとした。コロナ落ち着いたらバンコク遊びに行こう。誰か、YouTube に日本語字幕付きでアップして、他力本願。いいねえ。その時のテドロスの顔が見たい、クク。前列のおっちゃんの笑顔がいい、クク。そう言われても仕方ないよな。コロナの感染拡大は、中国と、それに、べったりの WHO が原因で起こった人災だもん。中国共産党員と言われてるらしいね。もちろん皮肉だけれども。てか、WHO という人類の健康という、極めて普遍的なものを扱ってる組織で、イデオロギーや政治的なことで歪められるってのは、やってはいけないことだよ。国連安保理とは違う。そもそも台湾排除自体が間違ってるわけだ。ラブトン3枚あげたいな。タイ、すげえ。やるなぁ。で、他の委員は、人命より中国の金なのか？どこぞの総理と同じ。独立国として見習いたい姿勢ですね。愉快痛快、クク。以上です。どうですか？どう感じましたか？ネットでは、皆さん、すごく、久しぶりに、すっきりして、笑顔満開でした。日本の、ヘタレの、安倍の首相、自由民主党、公明党、野党一同、官僚、経団連、マスコミ。どいつも、こいつも、全員、親中派ですからね、クク、笑い。また、楽しい話題がありましたら、どんどんお伝えしますね。たまには、楽しい話題、欲しいですよね。毎日毎日、イライラすることばかりですからね、笑い。それでは、また次回お会いしましょう。あ、そうそう。皆さん、このタイ代表の動画は掲載できないので、ご自分でネットで探してみてください。楽しかったですよ、笑い。それでは、よかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。